んばんは。今日はお話し会ありがとうございました。久しぶりのオンラインお話し会でした。イエイ。今日のオンラインお話し会は生誕の日というか、はい、あのお話し会だったので、完売していただいた日でもあったので、本当に本当にたくさんの方とお会いお話できたかなと思います。初めましての方もいたり、最近あのイベントが少なかったのでオンラインもなかったですし、なのでたくさん久しぶりができました。ありがとうございます、来てくれて。ドラマ見てる？たくさんお祝いもしてくれてありがとうございました。9月1日はじめまして、待ってます。ありがとうございます。 NNA さん、ビキナありがとうございます。いっぱい話してきて嬉しかったです。ありがとう。今後もオンラインとかも会いに来てくれたら嬉しいです。気づいた時には完売してた。ぜひ他の日程は全然あるので、まだ受付中、9月10月11月とありますので、よかったらお待ちしております。お話できたら嬉しいです。ぜひ、はい、予定会う日に待ってます。ありがとうございます。お洋服可愛かった、ありがとうございます。今日は生誕ということで、まあ1ヶ月遅れではあるんですけど、7月にイベントがなかったので、オンラインがなかったので生誕ということで、ちょっとなんか黄色っぽいお洋服と、ちょっとなんだろう、ちょっと なんて言うんだろう、お姫様っぽい感じにしてみました。髪の毛もふわふわにウェーブにして今日はやってみました。たくさんお祝いしてくれてありがとうございます。どっちもワンピースにしたんですけど、どっちも系統がちょっと違う感じにしてみたのでいいかなって感じですね。次は浴衣デーですね。写真はインスタにもあげたんですけど、ツイッターにもたくさん、間違えた、ツイッターにもあげたんですけど、インスタにもたくさん載せているので、よかったらいっぱい見てください。
なんか久しぶりにあの新しい洋服コーナーを開いたんだけど、あの絶対9月まで毎日違う洋服着てもあの着足りないでしょっていうぐらいの量の新しい服が大量にあって困ってました。やばい、また来年とかになっちゃうのかな、わかんないけど、やばいです。入らない、入れてるんだけど入らないです。やっぱ夏はねプレゼントでたくさんいただくので、夏はねいっぱいあります。自分でも買うんだけど、ありがとうございます、いっぱい来ます。自分でも買ったやつあるし、まだ届いてないやつもあるし、プレゼントでいただいたものもあるしで、やばいです。ファンとしては喜んだ方がいいのか、いいです。あの洋服ないって言ってるより良くないですか、やっぱり。いろんな、特にプレゼントは自分じゃ買わない系統もいただけるので、いろんな私がより見れるんじゃないかなと思います。どれ着ようかなって思ってたけど、次は浴衣なので待っててください。いろんなお洋服着ます。さきほさん、花火いっぱい、花火ありがとうございます。タワー分の花火をありがとうございます。ありがとうございます。プレゼントもいっぱい着たり身につけたりしているので、送ってくれた方も気長に待ってくれてたら嬉しいです。はい、たくさんありがとうございます。ペコリ、ヒヒ、しょこちゃんが買ったお洋服紹介してほしい、おそろってして、最近だとどれだろうな、私が買ったお洋服、なんか本当に最近だと、自分で買ったお洋服めっちゃ少ないかも。最近インスタだと恐竜の着ぐるみが最近買ったやつかな。結構前だけど買った。あとはこの誕生日の時の写真のお洋服、これエブリンだったかな。とかこのズボン、このパール付きのズボンとかかな。これお気に入り、最近買っただとそんな感じかな。これは最近エブリンで買ったやつ、最近っていうかこの写真撮る前に。でも今はもう売ってないかもだけど、あとこのセットアップ、ツーショットのセットアップ全然写ってないね。これネットで買った、 ZOZO で買った。これはリゼクシーです、お気に入り。リゼクシー、多分これ乗っけたからか分かんないんですけど、展示会にご招待いただいて、またリゼクシーでも買ったので、まだ届いてないですけど、はい、届くの楽しみにしてます。冬服かな、はい、ですかね。あと最近買ったの
本当に少ないかも。意外となんか衣装だったり展示会で買ってることが、これ展示会で買ったやつだ、これも展示会で買ったやつ、このリボン袖にいっぱいついてるやつも展示会で買ったやつですね。はいそんな感じかな。もうどんどんさ、あとあのロゼミューズは全部そうですけど結構少ないかも意外となんか結構前に買ったやつか、結構自分で買ったやつも3年越しに着たやつとかもあるし、ずっと着たいな着たいなって思ってて着てなかったりとかもあるから、最近買って最近着たのはそんぐらいかな。ロゼミ夏は買ってないですね、ちょっと最近お金使いすぎててやばい、普通に反省普通に反省です。ロゼミお揃いしたいから買うとき教えて。わかりました。でもロゼミも着てないやつもいっぱいある、やばいよね。ロゼミ着てないやつ3着ぐらいある。なんか自分で買ったやつよりプレゼントでいただいたやつを先に着ようって思ったりしたり、まあその時の着たいコンセプトとかにもよるんだけど、なんか今日だったら生誕だからなんか大人っぽい感じとか、なんかそういうので。ロゼミもやばい、買ってんのに。あ、でも対面で着たいなって嬉しくもあるんだけど、私展示会で何頼んだか忘れちゃって、結構3着ぐらい買ったんだけど、あのいろんな店舗が入ってる展示会だったのでいろんな店舗で買ったんだけど、やばいです、やばいですね。お金ないの、私とそれでお金ないわけじゃないんだけど、あの使いすぎてるなみたいな感じ、気持ちになっちゃうんだよね。はい、海外でもいっぱい使ったしねそう、クローゼットすごい、最近クローゼットの中をちょっと模様替えして違う入れ方にしてみたので、そっちの方がいっぱい入るかなと思って、そうお気に入りです。カバンも大量に増えてきちゃったので、カバンはカバンでかけるやつあって、あとは全部ハンガーにかけてかけてたんだけど、それじゃ足りなくなっちゃったので、なんかこういうなんか畳んで入れれるボックスを買ってそこに畳んで入れたらちょっと多く入りました。冬服でベッド下に入らないやつとかがあったんだけど、それを全部その棚みたいなところに入れたら、なんということでしょう、いっぱい入りました。はい、何に使うことが多い、お洋服かご飯、食が多いかな、やっぱ食が多いですね。うん、使わないやつ全部、いやなんか可愛いと思って全部買ってるから全部着たいんだけど、やっぱ一日一着じゃないですか、そうするとやっぱ季節が変わって季節が変わっちゃうんですよね。で、あ、来年だってなっちゃうんですよ、ね、またしょこちゃんお洋服のモデルにしてほしい、誰か偉い人、偉い人。でもさ、やっぱこう皆さんの声って大きいと思うので、なんかこのモデルになってほしいなっていうのがあったりしたら、そこになんかこうコメントとかしてもらえたら嬉しいなと思いますね。結構私は結構そのファンの方の声でとかもあったりするので、過去にねファンの方からのそのコメントで知って調べてみたいなとかもあるので、よかったら圧縮袋シワシワになっちゃいそうでやだな、取り出すの大変そう。あや、そんななんか深いところまではやってないので、そう、みゆうさん初見ありがとうございます。うん、そうですね、モデルさんは私はまたねやりたいなって思いますので、
思っております。そう、雑誌のアンケートとかに書いてもらえたらと思いますね。いろんな自分が結構多分私が出てるやつとかだとなんかチェキ応募とかがあったりとかで買ってくれて書いてくれる方とか多いかと思うんだけど、ね、いろんな雑誌まだ自分が出てない雑誌とかでも書いてもらえたら嬉しいです。はい、皆さんの声は結構大きいかと思います。キョロケのワンピース珍しいですか？これもプレゼントでいただいたものです。かわいいよね。かわいいです。 T シャツ買ってまた買ってしまう。わかる。パーカーとかもそうだし T シャツもそうだね。私白 T 黒 T ばっか増えてきます。やばい。今日もおめけ入れありがとうございます。EX 大衆、花ちゃんと花ちゃんの連載に出させてもらってるので、それもぜひチェキ応募あるのでよかったら。うん、おしょるかわいいよね。紙で見えないけどこもあるからかわいい。紐がキャンキャンとかノンノンとかしょこちゃん似合うと思うんだ。嬉しい。好き。キャンキャンとかノンノンとか好きです。ゲットしたーってありがとうございます。花ちゃんとの雑誌のワンピースをお気に入りよく見る気がする。なんかお気に入り全部ジップだからめっちゃ着やすい。着やすくてお気に入りなんだけど、あれなんですよ、平成レトロの私の勝手なイメージです。なんか綺麗系のワンピースっていうよりかはなんかそういうなんかなんだろうな、めっちゃイメージで言うとロボ系のなんかイメージでお洋服にしました。勝手なイメージですね。前髪好き、ありがとうございます。ちょっとここが束になりすぎてるけど、ありがとうございます。です。そういうイメージでお洋服にしました。リサちゃんがスペイベで絶対アイドルのベレー帽を借りたいって言ってた。あ、どうぞ。リサ何の髪型なんだろう。リボンか、リボン2つとかかな。どうぞどうぞ。え、いつ？大阪の話いいですよ。 TBS の感謝祭のマラソン出てほしい。出たいってずっと思ってます。出たいなってずっと思ってます。大阪スペイベもうすぐです。今日も結構大阪スペイベ行くよって言ってくださる方多かった。衣装交換、衣装は交換できないんだけど髪飾りはね。スペイベとか、まあ、ツアーとかだったら結構みんなやったりしてますね。自分の色とかのやつじゃなければ交換できます。トリガーとかみたいな自分のカラーの髪飾りだと交換できないんだけど、はい、そうですね。サイバーファッション、サイバーファッションっていうか、まあ、なんかロボ系ああいう雰囲気、なんか雰囲気です。なんか私の中の勝手なイメージ。全然平成レトロを知らなくって、平成レトロのインタビューしますなった時に平成レトロってなんだろうと思って調べたら、結構あ、平成レトロってこういうのが平成レトロって言うんだってなったから、そう
ひょこちゃんの一番好きな髪型、最近だとストレートおろしですね最近だとストレートおろしで、あとはなんか、まあ自分もそうなんだけど、やってるの、人のを見るのは外羽が好きです。こんぐらいの髪の長さの外羽が好きです。外羽してる子かわいいって思う。うん、ブームですね最近は。外羽かわいいです。もともと髪の毛ロングの子が好きだったんだけど、なんかそのやっぱイコラブに入ってショートのメンバーを、まあめっちゃショートってベリーショートとかじゃないけど、この短い髪のメンバーとか見てて、え、かわいいってなって外羽好きになりましたで自分もやりたいなって思ってるけど、私はずっとロングサブリミナルでねやったけどね、一回。かわいいです。周年のグッズもだけど、今回のストレートキルはありがとうございます。うん、なんか前かなんかの時、何の時だっけな、ノロノロかな、ノロノロで外羽やってたかな、ないか違うか、なんかで外羽やってた時があるんだけど、そのマイカは別に自分の意思だと思うけど、そのちょっと前になんかどっちがいいと思うってメンバーに、何の髪型がいいと思うだったっけ、どっちがいいと思うって聞かれた時に、スタハネって私が言ったんだけど、その後のノロノロ髪型そっと羽だったから嬉しいってなった、うん、嬉しいってなりましたね。そう、別にあのなんか自分の意思だと思うんだけど、別にそう、スタハネ好きだから、まあ、好きだから外羽がいいっていうよりかは、なんか雰囲気と似合ってるなって思ったから外羽って言ったんだけど、そしたら毎回聞かれる時全部外羽になっちゃうから、私に聞いたらちゃんとね雰囲気とやってなんですけど、準備したケーキ見せる時間なくて X 投稿しました、見ました、ありがとうございます。自分の発言の後だと意識しちゃうやつ、そうそうそう、なんかね、イエーイって嬉しいって、そう、マイカのあのコンの髪型はズルズルのショックを参考にした、そうなんです、この髪型がいにしたいですって私の写真を見せたっぽいです嬉しいね、嬉しみ、ショコちゃんのロールモデルいる？なんかいっぱいいっぱいいっぱいいますわ、おかしいか、うん、でもそうだね、ずっとめるるさんはその自分が10代の時から、学生の時から同い年なんだけど可愛いって思ってて、それこそね、モデルさんでセブンティーン、セブンティーンじゃない、ポップティーンから見ててあーってなって、推しメンとロールモデルは違いますね。まあ推しでもあるんですけど、なこさんはロールモデルっていうよりかはもう推しですね、圧倒的な推しですね。なこさんも同い年です同い年に惹かれがち、なんか自分の中で同い年なのにこんなに頑張っててすごいとか、同い年なのに
なんかすごいって思うんだよね、うん、すごいなって、だから多分惹かれがちなんだと思う。目なんか追っちゃう、追っちゃいます、うん、そうなの。とかまあ年下もそうなんだけどね、自分より年が下なのにこんなことできてすごいとか頑張っててすごいとか思うんだけど、でもやっぱり同い年はなんか特別すごいって思います私より年下なのに私の5億倍努力しててすごいです。まあでもみんな努力してるからね、みんな頑張ってるからね、うん、そうね、私から見たらしょこちゃんがまさに嬉しい。なんか本当になんか5年前とかなんかもう何年前かとかはなんか自分がなんかそうやって言ってもらえると思ってなかった、そんな未来を思ってなかったから嬉しいです。タツさんビギナーありがとうございます。なんか自分になんかしょこちゃんが憧れですとかしょこちゃんの真似したいとかメイク知りたいとかなんか嬉しいなんか本当にもう何年も前はそのそうやってなれるように頑張ろうっていう気持ちだったんですね。だからなんかそういう方がいるっていうのが嬉しいです私は、うん、そうだね、嬉しいね、ありがとうございます。もっともっとそういう存在になれるように頑張ります。いろんな面に対してね、内面も知ってのもあって嬉しい、嬉しいです。優しい人間になりたいよね、人に優しい人間になりたい、ね、物事への姿勢を参考にしたら嬉しい。 TikTok のショコミンのやりとり可愛かったです、ありがとうございますやった、やったね、うれっぴーわー十分優しいよ、嬉しい、優しい人間になりたいから優しいねって言われたら嬉しいです猫が冷たいとこ見たことない、嘘、冷たいとこも時もあるよね、まあ捉え方次第みたいなところはあるけど、うん、なんかその本気でね、本気で冷たいみたいな時はあんまないかも、わかんないなんかネタでふざけてとかはあるかもしれない
わかんないな。でもなんか人に優しくありたいよね。しょうちゃんがいたからハーフ走れました81ってなんだろうってなっちゃったハーフ走れました。ラナとシマカブリ、あー嬉しい、ありがとうございます。やっぱマラソンって数字でその出るじゃないですか、全てが。だからすごいよね、なんか全てがのその努力が全て数字として現れるのがなんか頑張ってきてよかったってなる、うん、ですね。シャコ数字で結果出るの好きそう。うん、そうだね。まあ数字じゃなくてもなんか成功失敗とかそういうの分かりやすいのかな。まあ理数系だからっていうのはあるのかもしれないけど、うん、そう、達成感はあるよね。負けず嫌い、そうなの、負けず嫌いではある。負けず嫌いだよ、ちっちゃい時から。でもあとそのやっぱりなんかマラソンのいいところってなんかまあなんだろう、やっぱなんだろうな、まあ陸上部とかまあプロの方とかはまあ勝負として勝ち負けがあるかもしれないけど、基本的にマラソンってこうなんか自分の戦いじゃないですか。だからみんな同じゴールを目指しているんですよ。みんな同じゴールを目指していて、みんな同じ方に向かって、そうなんか誰かと、私の場合は誰かと対決してるわけじゃなくて、サブ4を達成したいっていう気持ちで、まあ過去の記録よりかは更新したいとかそういうのだから、なんかいいよねって思うみんなが同じゴールに向かってるっていうのがやっぱりいいなって思う、うん、いやホノルルマラソンは走りたいって思うね。なんか走ったことある人もあれは走った方がいいよって言われたりするから走りたいなって思うし、時間制限ないから普通に楽しく走りたいなって気持ちです。写真撮ったりして過去の自分、まあ過去の自分と戦ってる人もいると思うし、例えば私がなんだろう50歳とかになって、その、まあ、50歳になってからサブ4を達成できる人もいっぱいいると思うんだけど、その私はその50歳になって過去の自分と勝負しようとは思わないけど、あの分かんない、50歳になってないから分かんないけどそう思わないけど、やっぱゴールしたらもうそれはもう達成じゃないですか。自分で決めたタイムとか完走が目標とかだったら完走とかね、そうなんか自分で決めてそこに向かって走るっていうのいいよね、うん、って思う。勝ち負けっていうわけじゃないからね、みんなが勝ちになれるしいいよねって思います。マラソンという種目は、
まあ陸上部とかプロとかそうなるとね、誰かと競ったりとかしなきゃいけないと思うけど、私の立場というか私の走り方的にはみんなが仲間で応援し合ってみたいな感じですね。10歳のチョコがサブ4達成した、チョコちゃん超える気がするけど、まあ全然マラソンっていつから始めても全然伸びる、走れば走るだけ速くなれると思うんです。長距離って短距離に比べて早く成長しやすい種目ではあると思うので、そう何歳からでも全然目標は達成できると思うし、いいですよね、そういうのも含めて。長距離は短距離に比べたら本当になんだろう結果が出やすいというか、頑張った分だけ速くなれると思うので、まあ本当にそのスタートはそうだと思う。なんかどんどんもうめちゃくちゃ速くなってる人とかはそっからなんか練習の仕方とか、逆に短距離を練習した方が速くなる人もいると思うし、それは本当にもうめちゃくちゃ速い人はまた話が別かもしれないけど、最初はね一番結果が出やすいと思ってます。ニコラバイなんでしょこだけシャツインなの、みんなシャツインしてないって思ってなくって、普通に自分の着方で着てしまった。みんなが出してるインしてるってそれぞれだと思ってたら、まさかの私だけだった、インしてたの特に指定はなかったから普通にインしてたんだけどみんなアウトだと思ってなかった、何も考えてなかった。インしてくださいアウトしてくださいとかもなかったので、はい、なんか写真見てあ私だけだったんだみたいな感じです。リサもインするイメージが、リサは結構多い方になりがち、多分みんな見てアウトしてる人が多いなと思ってアウトにしたんだと思う。うん、リサは結構流されやすいというか、なんて言うんだ、なんかうん、みんなと一緒がいいタイプの人です。想像つく、日本、そう日本人、ザ日本人って感じ。だからなんかよくイコラブって匿名の投票とかするんだけど、リサとかはどっちにしようみたいな、あこっちが多いからこっちにしようみたいなえ待ってそんなことあるみたいなあ、ボートレース部見ました。匿名の投票なんだけど、何人がどっちに投票してるっていうのは見えるのね。そうそうなんです。だから多分それで多分4対5だったとして、リサがそのどうしても 4の方が良かったら4の方に投票すると思うけど、あまあどっちでもみたいな時は多い方にすると、だから4と6になると思う多分ね。そう流されてるなって思った。投票みんな終わるまで待って、待ってると思うし、なんかなんとか参加するしますかとか、参加したい人いますかとか、そういうのも
なんかマネージャーさんに誰が来ますかみたいな、何人来ますかみたいな、多かったら行きますみたいなえそんなことある見る人少なかったら行かないですみたいな、全部髪型とかもそれこそなんか誰が何人いますかみたいな誰が何人じゃない髪型とかもなんか例えばなんだろう、ツインしたかったらツイン何人いますかで3人って言われた時に私にえ、翔子ツインにしたってLINE 来る似てるかもいるよね、でもそれぞれあるもんね。そうなの、自分とは絶対にまあなんか自分とは絶対に違う言いすぎてそう少数派が嫌なの、そうだと思う。私はなんか自分の意思で少数派の方がいいって思ったら少数派に行っちゃうねまあ合わせなきゃいけない系だったら全然あれなんだけど、その行きますか行きませんかとかなんかそういうのは結構自分の意思でやるかも、うん、まあそれはもうなんかもう人によりけりだからどうこうという話じゃないけど、自分と違いすぎて面白いですいつも。チョコちゃんは私はこれかなってタイプ。そうだね、なんかどっちにしたって聞かれても私はこっちにしたっていうかな。だからチョコとチョコリさんの多分 正反対かもしんないね。少ないと気まずいかもと思う。うん、そうなのかもしれない。だっていやこれまた別の話だけど、ご飯食べに行った時に私はこれにしたって言うじゃん。そうするとリサはえこれとこれで悩んでるって、私とは別の食べ物で悩んでたりするの。えこれとこれで悩んでる、ショーゴ決めてって言うんですよ。え待って、リサが食べるの私が決めていいのみたいなそんなことあると思ってなんか何回私がリサの食べ物を決めたことかそう、リサマジで女の子やなってそうですね、多分一番女の子かもしれないイコラの中でうん、めっちゃ悩むのは分かるの、悩む時もあるし、あどっちにしようどっちにしようってなる時はあるけど、私決めてもらうことないかも人に自分が食べるものなんかさその A と B があって、まあ、ABC があって私が A 頼んでてリサが BC で悩んでるならまあ自分で決めてって思うじゃん。でも私が A にしてリサが AB で迷ってるならまあ B にしなって、あの半分ずつしようじゃってとか一口あげるねとかなんかそういうのできるからいいけど、 A 私は A って決めてるのに BC で悩んでて一緒に決め、あの決めてはちょっとあのびっくりしちゃうねうん、いつもめっちゃ悩んで決め手がないからさ私もうんみたいな そう、まあでもここのお店っぽいのはこっちかなとかよく聞かれるのは抹茶ラテかほうじ茶ラテか聞かれる。どっちがいいと思うって。でも抹茶ほうじ茶の方があんまりなくないみたいな、あんまない方がよくないとか抹茶は結構どこにでもあるからとか、
ほじ茶にしたらとか、なんかそういう「こっちにしたら？」って言ったら「でも」って言われて「あでも」って言われた、あじゃあこっちがいいんじゃない？うん、うん、別に正直リサがどっちを飲もうが私はどっちでもいいんですけど。そう、面白いです本当に、本当に面白いです。うん、変な子よねとか、あのよくやるのが、よくやるよ、あんまよくはやらないか、たまにやるのが、でも何回もやったことがあるのね、何回もやったことあるけど、そんな別によくはやらない、あの自販機で2個悩んでる時同時押しやる。え、これとこれどっちがいいと思うって言われたからピー。しかも私がやる。そう、自販機もね、どっちがいいと思うって聞かれる。でも大体え、でもリサミルクティー好きじゃないとか、それで出たやつあーって言われない。あーでもそれはさ、こっちが決めてって言われたからし、自販機ぐらいだったらさ1個保存取っといてさ、そっち飲めばいいじゃん、もう1個頼んでね、もう1回ピッてやってね。実は自分の意思あるか、でもなんか難しいんだよね、そういうそこまでその自分の意思がこう固まらないのもあるんだけど、自分の意思はめちゃくちゃ強いんだよ。私よりなんか芯があるというか強いなって思うんだよね。うん、負けず、リサも負けず嫌いだから本当にもう勝ちたいとかそういう気持ちは強い。うん、なんか優柔不断だけど自分の意志は強い、私より硬い。そうね、譲れない、まあそういう大事な場面でも大事じゃない場面でもそうだけど。うん、例えば私がもうすごく思うのは、その電車の電車で絶対に座りたいみたいな時あるじゃん、そのリサの意志はすごいです。あの早い。あの全然私はなんかまあどっちでもいいやとか、空いたから座ろうぐらいの感じなんだけど、そう。もうガチで座りたいみたいな。私より早いし強い、あの椅子取りゲーム。うん、ちゃんとあの座れなかったらなえるし。面白いよ。マジ座れなかったんだけど。怒るの、怒るっていうか。そう、よく椅子取りゲームって言ってるリサは。面白いよ本当に。一回リサと生活してみてほしい、面白いから。だからご飯行って電車乗ってまたご飯とか行ってみたら面白いかもね。あ、思い出した、最近聞かれるリサからの二択、レッスン着こっちとこっちどっちがいいと思う。待って、どっちでもいい。え、マジどっちでもいいんだけどって言って。マジどっちでもいいんだけどってなるよね。
うん、黒がいいんじゃない？あ、でもこっちもあるよって3択目出してきたりするしね。マジ面白い。面白すぎるんだよ本当に。だから本当にあの失礼、めっちゃ失礼なこと言うけど、あのどうでもいいことに優柔不断で発揮してるね。本当、自動販売機の飲み物だったりレッスン着のズボンだったり、あのどっちでもあのいいよ。うん、面白いよ本当に。こっちが決めるの渋ってたら最後どうなるんだろう。多分何十分も経つと思う。うん、レッスン着のズボンはいつ聞いてくる？レッスン上で聞かれる。レッスン上で聞かれるね。一番悩むのはピンクと淡いピンクとか。待って、本当にどっちでもいいんだけどみたいな。誰も見てないよっつって。私よく言うかも、リサに。え、マジでそんな多分誰も見てないから。自分のことも言うんだけど、え、マジで多分誰も見てないから、あの、そう、全然わかんないよねみたいな。そう、複数持ってき、あ、レッスン上に何着もあって、そう、どっちがいいって聞かれる。T シャツも聞かれるときあるけど、 T シャツよりズボン悩んでることが多いね。本当に面白い。ちょこちゃんのちょっと突き放す感じが好きなの。いや絶対違う。絶対なんか別にそういうことされたくて聞いてるわけじゃなくて、本当に悩んでんだと思う。ストック的な、うん、私よく最近よくやるの、靴下もう一日一日持ってくの忘れちゃうから、靴下大量に持ってって、あーもうなくなりそうっていう時にまた大量に持ってってってやる。最近サンダルが多いから、レッスンはシューズだから靴下忘れがちなんだよ、メンバーみんな。そう、私はだから5足ぐらい大量に持ってって、で使ったやつを持って帰ってそれを続けて、またあーやばい、あと2足になっちゃったってなったらまた補充しに5着ぐらい持っていくっていうのをやる。そう、ズボンとかもあの忘れちゃうんだよ、持ってくるの。多分その最後の1着を持って帰って忘れた時ズボンなくなっちゃうから、一着は置いとくの絶対に。で持ってきてそれ使って持って帰るみたいなのをやるね。 T シャツとかもそうだけど、一個新品があるもん。一個新品の T シャツがある。そう、最悪それ着ようみたいな感じ。そういう感じ。リサちゃんがちょくちょく聞いてる？見てる。多分明日ショールームでリサの話したやろって言われる。変な音鳴っちゃう。リサはレッスン着が可愛い方が気分上がるんだってさ。可愛いよ、可愛いのでいいんだけど、別にあのダサいの着ろと言ってるわけじゃなくて、あのどっちでもいいよって。そう、でもね、リサ今日優しいの、あの通りもんくれた、優しい。この前三日月のパンくれたんだけど、今日通りもんくれて、え、また帰ったのって言っちゃった。
そう、今日のリサの写真は私が撮りました、カメラのやつ。ストーリーに上がってたね。うん、そう、私と同じカメラ。翔子何のカメラ使ってるの？真似された。そう、同じの買ったって言って、それ結構前の話だけど。そう、お菓子くれるのは優しい人やね。うん、私の部屋にあったアメちゃん食べてた、ミルク味食べて、なんか熱中症対策って言ってた。面白すぎた。本当に。そこ何の？オリンパス使ってます。ミラーレスの、オリンパスのミラーレスのやつです。そう、だからミルク味でっつって笑って、あ、本当にリサはなんか本当に優しいのが、あの本当になんかくだらないことでも笑ってくれるの、リサって。そう、多分みんなだったら、メンバーみんなだったら多分、へ、何言ってんのみたいなことも笑ってくれるの。そう、本当のカメラ、あ、そうそうそう、アプリだったの、本当のカメラ、本当のカメラ真似された。うん、白の、しかも白のやつ、色も。お揃いですね、大好きじゃんね、私のことね。ひどいひどい。カメラいくらぐらい、え、忘れちゃった忘れちゃったな。でも望遠レンズ買ってないからちょっと安いんじゃない。でもガラス、あ、なんていうの、あの傷つかないようなやつとかは買った気がする。年齢違うのに相性いいのかな。なんか妹に似てるっぽいです。妹と同い年だし、私性格もなんか服装も似てるって言ってた。妹みたい。子が選んだものだから間違いないって信頼する。うん、でもそれは本当に言ってくれるかも。なんか翔子がいいって言ってくれたのは本当にいいって思って言ってくれるから、なんかダメな時はダメって言ってくれるから、なんかいいって言ってた。うん、これやっといい。でもなんか一番そのあれ大変なのが、あのインスタに、まあインスタかツイッターか、まあそれぞれなんだけど、この写真全部いいと思ったやついいねしてって言われて、100枚ぐらいあるやつを、で多分いいねが多分、まあ、30枚ぐらいになるのね、いいね。ね、多すぎって言われる。多いよって言われる。10枚だったとしてもなんか6枚ぐらいいいねしちゃうから、多すぎなんだけどって言われる。そう。え、どこって。これ、え、これはどう思う、いいねじゃないやつで多分リサのお気に入りがあったとしたら、これはどう思うって聞かれる。そう、大変だよね。でもあの別に半べの写真も込みでとかの写真じゃないから、うん、半べの写真だったらもうちょっとセレクトしてよって私は思うかもしれないけど、なんか確かに迷うねよねって思って。なんか絶妙な、なんかこれの1枚目2枚目みたいな、あのそんな変わんないみたいなやつもあのいいねしちゃうよね、どっちも。多分それをせあの絞ってほしいんだと思うんだけど、そう、どっちもいいねしちゃう。カージーさん初見
こんばんは。もちゃさん、ビギナー、ありがとうございます。そう、まあ、そういう感じですかね。そう、でも私はなんか最近インスタって20枚投稿できるようになりました。待って、私今日20枚投稿すればよかった。10枚以上だと思って投稿あれだってしなかったけど、なんかさ、私インスタ始めた一つの理由が、もう一つの理由が、もう一つもう一つ理由として、ツイッターだけだと写真が載せきれない、自分がいいなって思った写真がいっぱいあるのに4枚でまでで収まっちゃってうるさいじゃないですか、何個も何個も投稿する。でインスタは10枚載せれるからいいなって思って始めたのも一つの理由なのね。待って、インスタさ20枚投稿できるかも。ちょっと、あー投稿できる、11枚目も。ちょっともうちょっとやればよかった。ない、あの10枚に絞っちゃった。17、18、19、20、20枚載せれるわ。間違えた、癖で、いつもの癖で10枚にした。座りの写真もあったんだけど、今日の写真で座り投稿してないわ。もう諦めちゃった、もうこれで9枚だからみたいな。今日9枚載せたんだけど、また今度いっぱい載せます。編集で追加で、追加できるんですか、編集で。編集追加できんの？できないはず多分。うん、投稿は変えれるけどね、写真は消すことはできるけど増やすことできないんですね。また載せます、どっかで。私さ、ここ最近ずっとモーメント載せようって思って忘れてるんだけど、でももうなっちゃう時間が。なんかいつも昼間、夕方ぐらいに、あ載せようって思っちゃうんだけど、わ夕方かみたいな、夕方っていうかなんか2時とか、いつも夜に投稿したいんですよ、モーメント。私だから2時かみたいな、また夜やろうみたいな、夜投稿しようみたいな。今から間に合うかな、どうだろうか。どうだろうかね、やってみよう。こだわり、なんか夜の方が、あー広告流れないね。夜の方がさ、あの2回見れるじゃないですか、夜大体夜いじるじゃないですか携帯って。であの24時間じゃないですかモーメントって。ってなったら例えば夜の方が2回見れる、見る人多いじゃないですか。昨日見れなくても今日の夜見れる可能性もあるし、だから昼間だと、昼間というか2時とかに投稿しちゃうと1回の夜でしか見れないから、その夜見れなかった人ってもう見れないじゃないですか。っていうので私は夜投稿したいなっていう気持ちなんですね。うん、結構ストーリーはガンガンにいつでも投稿しちゃうんだけど、ね、個別アプリ出たらモーメントどうなるね、どうなんだろうね、ちょっと境目がね分かんないよね、難しい。難しくあります。難しくあります。
コメントなくなったらファンクラブの、でもさ、むずくない？だってさ、個人のファンクラブとの境目ちょっと難しいよね。まあ何も関係なく投稿はできるかもしんないけど、みんないっぱい投稿してるとか、なんか、あ、投稿しようと思ったら0時過ぎてることとか多くて、あーってなるんだよね。今1個目のログインしております。本日2個目のログイン、2個目のログインがなんかその携帯が覚えてくれたみたいでログインできるようになった。ちょっと待って、文章書きたいな。投稿できるよ。投稿できた。できたじゃん。まだしてない。確認はしてないよ。自分がいいなと思った写真を載っけてる。いいなというか、なんか、なんかタップできないんだけど、なんで？やめてもらっていい？そういうの。ファイル選択できないんだけど、待って、どうやってやんの？ちょっと無理かも。もう一回やり直し。どうする？ファイル選択できないから画像選べない。もう一回ログインし直し。もうさー、やめてよねー。モーメント、あ、いけたいけた。ファイル選択、画像、はい、モーメント投稿しました。もうすぐ通知来るんじゃない？知らないけど見てねー。これは載せようって、あ、これモーメントに載せようって思った時に撮った写真を載せましたので、よかったら。モーメントのことは基本ショールームでは話さなかったり、詳しくは話さなかったりしてるので、たまにもうモーメント限定の話なので、あの、このルームとかでもあんまりね、詳しいことをつぶやかないで欲しいかなって思う。それはなんかみんなに発信したくないとかじゃなくて、あの、モーメント限定だから、ファンクラブに入ってくれてる方のみの気持ちです。はい、多分いっぱいの人に言いたいときはストーリーとかツイートとか投稿で言うと思います。そう、有料だから。そう、自分が見てるドラマとかの話もモーメントのみで話してる時もあるから、このルームでは話してないこととかも話したりしてます。です。コメント待ってます。コメント待ってます。見てね。明日からね、連休が明けて明日からお仕事みたいな方多いと思いますが、お盆だったから、まあ1週間休みの方もいたと思います。頑張ってください。
通知来る前にコメントしたらすぐ反映されるって噂本当なのかな。え、嘘だと思う基本見れないです、ずっと2時間くらい、うん、多分。え、どこからの情報なんだろう、わかんない。じゃあ今みんながコメントしてくれた人もいるでしょう、きっと。見てみよう。あ、見れないですね、はい、残念です見れないです。で、どっからそのデマ出るのどこからの情報。通知来た、お、みんな通知来てる、イエイ。どっからの情報なのそれは面白すぎるんだけど。メンバーしかさコメント見れ、メンバーが言ったってこと見れた時もあんのかな、わかんないけど。面白いね、デマってそうやって流れるんだねってもし見てなかったらモメントの通知で喜んでたじゃあ喜んでないじゃん信憑性がないデマに引っかかってしまった、危ないよ、気をつけな変なメール来るから、私みたいに飛行機乗ってる時に1万円以上の買い物しましたみたいなね、今日してにやられた、今日勝ててよかった、本当にドキドキしたよね、本当に。今日もずっとお話し会終わって見てたけど、ね、勝ててよかったです。次も頑張りましょう、応援してます。 CS 行ってほしい、本当にそう、本当にそうね、応援します。終わります、58分なので終わります。ランキングタイム、13位ヒッキーさん、12位ヒロシさん、11位福野しそさん、10位トラッシュさん、9位ヘイブンさん、8位ターくん、7位ヒデちゃん、6位タテさん、5位ノブさん、4位ディースさん、3位オモロッチョさん、2位トッシンさん、1位サキホさんです、ありがとうございます。2列目バンダナさん、ユキボウさん、アンドローメダヤキさん、人生じいちゃん、チビタンクさん、イノッチさん、ロブロイさん、ペコちゃん、タカヒロンリーさん、あれ変わっちゃった、2列目バンダナさん、ユキボウさん、アンドロメダヤキさん、人生じいちゃん、おっちゃん、チビタンクさん、イノッチさん、スラスラさん、ロブロイさん、ペコちゃん、タカヒロンリーさん、イテマエさん、ナオキイロさん、ユキナちゃん、 P21 さん、ヒロさん、 T さん、アオちゃん、ハタミさん、ヨッさん、ヤッスーさん、サイさんです、ありがとうございます。たくさんのお品ギフトコメントありがとうございます。今日は久しぶりの、今日は久しぶりのオンラインお話し会でした。来てくださった皆さんありがとうございました。また17枚目が今日から始まりましたので、17枚目のイベントもよろしくお願いいたします。ということで終わりたいと思います。お昼の配信からもありがとうございました。また次はいつかな、配信するの、また配信するの待っててください。ありがとうございました、感謝、おやすみなさい。バイバーイ。ありがとうございました。
皆さんもゆっくり休んでください。明日からまた頑張りましょうね。おやすみなさい。